の中で結構アートワークと音楽とファッションっていうのは絶対同じところにいて、なんかどれが欠けても結局自分はダメだったし、なんかそのバンドやるきっかけもやっぱりなんかそのファッションが好きだったし、そのアートというかそういう世界観も大好きだったし、それにプレスやっぱり音楽が元に根底にあるっていうのがやっぱりこのセットであるから、多分この先もうなんかやれ音楽になるとか服だけになるとかね、アートだけになるっていうことはない。うん。